バレーボール第9回 V リーグは2002年12月6日から2003年3月16日にかけて行われた V リーグの大会である。3回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績の上位4チームが変則リーグ戦を戦い、上位2チームが優勝決定戦を行う。 12月14日、12月15日、12月21日、12月22日、1月11日、1月12日、1月13日。1レックの結果、1月18日、1月19日、1月25日、1月26日、2月1日、2月2日、2月8日。2レックの結果、2月9日、2月15日、2月16日、2月22日、2月23日、3月1日、3月2日。 サンレックの結果3月14日3月15日3月16日3月15日3月16日この結果、豊ヨタ合成とアサヒカが次期 V リーグの残留を決めた12月6日12月7日12月8日12月12日12月14日12月15日12月21日12月22日 1>, 1レックの結果1月12日1月13日1月18日1月19日1月25日1月26日2月1日2レックの結果スケジュールの関係で3レックの試合が先に消化されているため上記にレッグ終了時の勝敗数とは一致していない2月2日2月7日2月8日2月9日2月15日2月16日2月22日2月23日 サンレックの結果3月7日3月8日3月9日時期 V リーグより出場チーム数が10位に増えるため降格はないが出場順位を決定するため順位決定戦を行った3月15日3月16日この結果出場順位は7位 JT8 位モバラアルカス9位日立沢10位伝送と決定したありがとうございます